はい、皆さんこんにちは。教育百貨店のピノと申します。今日はですね、教育業界に必要な出世の基準っていう話をしていこうかなと思っています。教育業界って悪しき伝統で、足りない目標やノルマを長時間労働でカバーするっていう風習ありますよね。そんなものを会社に求められた数字が言ってないんだから当たり前じゃないかって思うかもしれませんが、当たり前じゃないですよ。僕が行った会社は残業時間に対して達成率がどれぐらいかを測って、長時間労働で結果を出した社員は出世させないっていう仕組みありましたからね。だから生産性が高かったし、短時間で最大限の結果を出すっていう仕事のやり方をやってましたよ。僕が教育業界に根付かせたい文化としてはですね、労働時間の長さに対してどれぐらいの成果を出してるかっていうのを出世の基準にしてほしいなって思ってるんですよ。例えば残業時間0時間で達成率 100% の社員と、残業時間月50時間で達成率 120% の社員がいる場合、大抵塾業界は後者を出世させてしまうんですよね。でも僕がいた大手の転職エージェントは、前者の残業時間0で達成率 100% の方をちゃんと出世させるっていう仕組みがありました。なんでかっていうと、長時間労働によって出した成果はそもそも成果とは呼ばないっていう文化があったんですよ。残業時間を減らすみたいな方法に関しては過去の動画にも上がっていますし、まあ、これからもいろいろ出していくつもりではありますけれども、皆さんもこの動画を見て自分が変えていこうって思ってくれたら嬉しいなと思っています。今日の内容に賛同いただける方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。